皆さん、こんにちは。だんだん秋の手入れのシーズンが近づいてきましたので、今日は掃除道具についてちょっとお話ししたいと思います。世の中にはたくさんの掃除道具が売られていますけれども、皆さんそれぞれに自分に合った掃除道具を使っていらっしゃると思います。私も長年ほぼ同じようなものを使ってきましたけれども、最近年のせいかちょっと道具を変えてみたいなと思うことがあり、いろいろ試した中で、これはおすすめできるなというものを今回ご紹介したいと思います。おすすめといっても若い方にはあまり見向きされないと思います。私も同じですが、若い頃は馬力とか強さとか硬さとか、そういうことにこだわりがありましたので、あんまりヘニャヘニャしたような道具は使いたくありませんでした。でも最近は道具に振り回されるというか、引っ張られるのが嫌で、自分の身の丈に合った道具を使いたいと思うようになりました。若い方には興味ないかもしれませんが、ご高齢の方には共感いただけるのではないかと思います。例えばこの画面中央にある手熊手と言われる道具、木の下や狭いところのゴミをかき出す道具ですけれども、長年使ってまいりましたけれども、意外と使える場面が少なく、引っ掛けて刃こぼれしてしまったり、現場のあちこちに置き忘れて行方不明になったりすることも多かったのです。それならいっそ手でやってしまった方が早いやということになってしまうんですけれども、そこでこの熊手を使ってみたところ、非常に使いやすいのです。下草の中のゴミも下草を傷めることなく取り出すことができます。もちろん手に勝る道具はありませんけれども、できればあまりかがんで仕事したくないというのも本音でして、特にこのつるの中などは普通の熊手やワイヤーの熊手ですとすぐ引っかかってしまいますよね。この熊手は引っかかりにくいのでストレスが少ないです。私が長年使ってきたのは、この左側の大きい方の熊手です。そして今回新たに使ってみたのが、右側のこの中くらいの大きさの熊手です。この中型の熊手の特徴は、大型の熊手よりも素材が柔らかく弾力性があること。そして爪が左右の端部だけ連結しており、あとは全て独立していること。爪は非常に柔らかく上下左右に動けます。このような構造のため、生垣のような木の間も爪が幹をうまく避けてくれて、奥まで掃除することができます。これならかがんで手を突っ込んだり、手熊手を伸ばしたりして掃除しなくても立ったままでできます。かがまなくてよいので、膝も腰も楽です。ガリガリと地面を削ってしまうようなこともなく、上の軽いゴミだけ取れます。もちろん平地でも十分に使えます。台の方の熊手は素材が硬いせいか、爪の先がすぐ摩耗してしまいますけれども、中型の方はかかる圧が少ないからか、あまり爪の先が減らないような気がしています。腰の弱い熊手なんか使えねえよと決めつけてしまわずに、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。頭は柔軟な方がいいですよ。以上が腰の弱い熊手のご紹介でした。ついでにもう一つ、力の弱い非力なブロワーのお話をしたいと思います。非力と言ったって、ちゃんと濡れ落ち葉を飛ばすぐらいの力はありますよ。
なおかつ口でふっと吹くぐらいの弱い風も送り出します。トリガーの指先一つで無段階に風力を調整できるのでとても使いやすいです。あまり威力が強すぎるというのも余計なものを飛ばしてしまいますし、エンジン式などは特に重たいし音もうるさいですよね。若い頃は機械の威力ばかり気になりましたが、今はやはり静かで軽いのが一番だと思っています。ご視聴ありがとうございました。